輪島市町の町で唯一のスーパーマーケット元屋スーパー、店では3代目の元屋勝友さんらが明日の本格オープンに向けて準備に追われていました。最終的に売り場に穴がないか、お客さんが見てどう思うか、とにかく所狭しと商品並べて、はい、お客さん喜んでいただける。9月も奥能登豪雨で近くの川があふれ、ほとんどの商品が流されてしまった元屋スーパー。一度は店を閉めることも考えたといいますが、災害ボランティアの助けもあり、今月から建物の一角に設けた仮店舗で営業を再開。その後陳列棚を新たに設置し、今では多くの商品が並ぶようになりました。元屋さんは明日の本格的な営業再開にこぎつけることができたのは、店を頼りにしてくれる住民の存在があったからだと話します。やっぱり気持ちに応えれる人間になりたいじゃないですか、自分だけより。自分だけだったらさ、多分場所を変えるってことを考えたと思う。だからここまでなったからにはやっぱりお店でね、やっぱりこんだけできたんだっていうふうに言って、町野の人にも勇気になればなと思います。明日本格オープンを迎える元屋スーパー、これからも町の町で店を開き続け、住民の生活を支えていきたいとしています。